ありがとうございました。推薦してくださった、ね、あの県民が主人公のパネルの皆さん、そして私に投票をしてくださった皆さん、ご期待に添えなくて申し訳ありませんが、でも本当に17日間一生懸命頑張ってまいりました。声が枯れない枯れないんですよね。枯れるほど喋らせてもらってないんですよ、実はね。本当に私長なんかが長かったようで短かった、短かったよりやっぱり短かった選挙戦だと思っています。もう少し時間があればもっともっと訴えられたかなと思ってはいますが、本当に明日から、ね、もうただの一人になるということで、この時はシンデレラのように服を、ね、変えさせてもらったり、お化粧してもらったり、である時はやはりクイーン星に物を申さないかということで、ジャンヌ・ダルクのように頑張ってきましたが、はい、明日からはただの人になります。ありがとうございました。やはり大きな壁がありました。でそれは保守王国の壁でもある、また女性が出ることでも対してもやっぱりただ女性が出ればぐっと雰囲気が変わるわけでなくて、やはり大きな壁があるなということを、まあ、感じた選挙でした。でもこれが私が出ることが女性として最後ではなくて、やっぱこの後にたくさん続いていただきたいし、県知事選ばかりではなくて市長選であるね、それから、まあ、県の国政でもある、それから県議の選挙でもある、それぞれのところで皆さんが女性がもっともっと出てほしいし、男性が出る女性が出るっていうそういう書き方ではなくて、やはり政策によって選挙戦が戦われる、そういう選挙をやっぱりこれからしていかないといけないなってことを思っています。やはりこのコロナの蔓延がここまで進むとは私も思っていませんでした。そしてこの間に緊急事態宣言、県も出す、国も出す中で、やはりその影響を私たちの陣営は多く受けてたかなと思っています。個人演説会の中止もそうでした。そして個人演説会でも中に入っていただく人数を最小限にしてきたというのも、やはり私の訴える力というか、訴える先が、ね、少なかったということにもなったというふうに思っています。これで終わるのはすごく残念なんですけども、ひとまずここで区切りをつけて、また新たな挑戦、そして何よりも新しい県政の中で、本当にコロナが収まって、皆さんの生活が元に戻るような、そういう施策を新しい知事さんに期待して、私はこれで終わろうと思っています。本当に長い間っていうか、短い間ですが、ただ長いとは言えないな、短かった。本当に皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。